もう全く全然違う環境でやることでやっぱり自分も作り方も変わるし、いろいろなショーの展開みたいなことも変わってくるので、自然光のあるスペースでやってみようということになりました。思った以上にいつもと違う発想で、洋服を作るところから自分の発想が変わっていたので、ちょっとそれは自分としても驚いたんですけれども、いろんな発見があったと思います。私は自分としては洋服を作る時っていうのは一つの完成されたスタイルっていうものをどうしても考えてしまうので、洋服を作った後にそれをいかに壊すかっていうことをすごく今回は考えたっていう感じがしますね。いろいろなコーディネートをした時に、ただカジュアルになるだけとか、いわゆるミックス&マッチとして面白いとかっていうことじゃなくて、やっぱり何かそこに面白い発見みたいなものがあった方がいいかなっていうのがあって、今回はすごくカジュアルなものにものすごく手の込んだ詩を入れてみたりとか、ちょっと T シャツを全く無作為に作って、最終的にそれを盛り込んでみたりとか、計画性のないみたいなことをやることで、またこう一つのスタイルが生まれるというか、発見するみたいなことはあったかなという感じがします。冒頭の透明のいわゆるビニールみたいな素材の上にプリントされているものとかも、すごくその生地のちょっとグラフィックだとかそういうものが面白くて、私はすごくカジュアルな要素として自分としては発想してたんだけれども、作っていくうちにフューチャリスティックな感じになってきたりとか、いろんな表情が見えるというか、ちょっと面白かったと思うんですね。やっぱりスニーカーを履くっていうことは、ただバランスが変わるとか、ただカジュアルになるだけではなくて、全身のバランスが変わるっていうことと、動きが非常にこうアクティブになるので、なんかそういうものをこう盛り込むとリズムが変わってくるというか、なんかそういうことも結構楽しんでできたかなというふうに思います。やっぱりもう今本当にアクティブな時代だから、ピンヒールのハイヒールもエレガントでいいんですけど、何かそういうものを履くことによって自分のこうバランスとかファッションとか変わってくるので、それはちょっと日常でも取り入れているところかもしれませんね、はい。今回本当にいろんなタイプのモデルが出て、35人出たので、まあ、ショーって比較的こうみんな統一したイメージでモデルを作り上げて、そこに洋服を当てはめていくっていうことが多いんだけれども、もうなんか前回から本当に一人一人の個性とか、一人一人の雰囲気を生かした見せ方ということにすごく集中している感じですね。今回は本当になんかストリートクチュールみたいな、ちょっとそのクチュールのディテールを普段に着るっていうことを盛り込みつつ、あと例えばすごくこうテクノロジー的なことをものすごく真面目に、本当にこう技術的に難しい部分で取り込んでみたりとか、すごくそういうちぐはぐなことをしたんですね。それでインタラクションみたいなことで、そこにまた今度着る人が加わって、なんかもうすごく面白い化学反応みたいなことを起こすということをすごく楽しんだコレクション。